ガンプラ制作動画を投稿しているガンプラ団です。で、新しいガンプラの制作に入りたいので、開封をやっていきたいと思います。で、今回開封するのは、こちら、ちょっと見えるかな、RX781、ガンダムです。マスターグレードなんでちょっと箱大きいんですけども、まあプロトタイプのガンダムになります。アムロが乗るガンダムの前のガンダムですね。アムロが乗るのは RX782 なんで、こちらは RX781 の開発段階のガンダムのプラモデルになります。まあ、以前は多分144分の1とかでは昔出てたと思うんですけども、マスターグレード100分の1では多分初めて、出た、モデルになると思います。箱が結構面白いんですよね、プロトタイプガンダムということで、こんな感じです。まあ、パッケージも白黒の写真で、こんな感じですね。僕も箱見た時はびっくりしましたね、全部白黒です。で、大体ガンプラの箱って周りに写真があって、こういろいろうんちくも書いてあったりするんですけども、そういったのも一切ないですね。こんな感じの正面の写真だけの、箱になります。それでは中開けていきたいと思います。紙全部開けました。設計図も白黒なんですね。こんな感じです。大体これこの辺最近の設計図はカラーなんですけども、中も全部白黒ですね。なんかちょっと昔の雰囲気というか、プロトタイプの雰囲気をこう設計図からもこう感じれますよね。パーツの方は、まあ、赤いパーツと、まあ、黄色と、あと黒、白ですね。かなり色は、まあ、ガンダムといえば赤、青、黄色、そして白の、まあ、トリコロールカラーというか、派手な、色なんですけども、こちら開発段階のガンダムなので、非常にこうおとなしい色のガンダムになっています。そうですね、白と赤と黒なので、マジンガーセットみたいなカラーリングなんですよね。まあ、それまでは、ロボットアニメというと、こう、まあ、マジンガー Z に代表されるような、こう、スーパーロボットと言われるロボットアニメが主流だったんですけども、そこからちょっとリアル路線に行った、リアルロボットアニメというカテゴリーを作ったのが、まあ、機動戦士ガンダムなんですけども、まあ、リアルロボットっていうのが、まあ、RX782 からだとすると、まあ、スーパーロボットと、こう、リアルロボットの中間というか、そういう意味で、ひょっとしたら、こう、マジンガー Z カラーの、ガンダムなのかもしれないですね。まあ、これは僕の、勝手な妄想ですけども、なんかこのパーツを見てると、ちょっとこう、マジンガー風な、こう、匂いがするので、まあ、そういうことなのかなと、勝手に、妄想しています。じゃあ、ちょっとパーツの方を詳しく見ていきたいと思います。
まあ、パーツの色がですね、まあ、白と黒と赤っていう風にすごく、まあ、まあ黄色も一部ありますけども、ガンダムに比べたらすごく地味な色になっているので、まあ、今までとちょっと違うタイプのガンダムに仕上がるかと思います。次回から、制作に入りたいと思います。